近ハマっていること。納豆そば。これは食べること。そうですね。なんかそのタンパク質を取りたいなっていうのがあって、ちょっとこう鍛えたり、あ、今鍛えてるとなるときに、で納豆を入れようと思って、どういう配分でめんつゆ入れてとか考えてるうちにすごい楽しくなってきちゃって、でその青さのりを買って入れてみたんですけど、それは全然美味しくなかったです。ダメですか？なんかうまそうな感じがする。絶対美味しいと思って、もう見つけた時にスーパーで、はいはい、なんかすごい発明したみたいな気持ちになった。青さだと。青さ絶対美味しいな、全然美味しくなかったです。ダメでした。青さ納豆美味しい。青さと納豆は合うんですけどね。青さ納豆そば。まあ僕の多分配合が良くない。どっぷりいきました。青さね、行き過ぎたのかもしれないですね。青さもあんま膨らみますからね。ああそうか、だいぶ支配しますからね。私もたまにお味噌汁とかに入れると、いやちょっと入れすぎたなみたいな時あります、ね、あるある。 色変わります。そうですよね、ほぼ青さちょっと味噌みたいなね、たまにあるよね。いやあんまり東北人はね、そばは納豆絶対入れるし、カレーも入れるし、カレーそば味噌汁も入れるし、だからこれはもう本当うちらからすると、わあ高崎は出身どこですかって聞いてみたんですよね。ああそうなんですね。したらあの横浜だっていう、ね、全然違ったわっていう、ね、遠くかなと思ったんだけど、ただ好きだったっていう。納豆自体は好きなんですか？納豆も好きです、はい。そばに納豆入れるとかカレーに納豆入れるっていうのめちゃくちゃどう思う？私もと納豆が許せなかったんですよ。納豆いやあなんかされたんだ。納豆に多分なんかされましたね。はい、納豆を許せなかったんですけど、それこそライブで終わった後にご飯を食べなくちゃいけないって言って、でもご飯食べられないぐらい疲れてるので、ライブの後ご飯が食べられないどうしようって言った時に、納豆だけでも食っとけって言って渡されてたんですね。それで納豆食べられるようになって、で、なんですけど納豆に詳しくないので、大粒とか小粒とか刻みとか、最近なんか卵入ってるやつとかいろいろあるじゃないですか。そうですね、はい、まあ、そこは納豆博士の博士さんがいますから。そうですよね、そのお蕎麦に合う納豆は何が合いますかね。なんですかね、まあ、本当あれですよ、目についたやつです。目についたやつ。そんなに詳しくなかったじゃないですか。あれ、亜生ぞ、あれ陳列によりますから。ここの今日の でもあのほぼスーパー納豆の棚って一番下のいっぱい置いてあるやつが一番売れてるやつなんですよ。どんどん上に行くに従ってマニアックになっていくんですよ。あ、そうなんですね。僕あの納豆だけで2週間生活するって番組やってました、ね。マジっすか、朝昼晩全部納豆。博士がいたじゃないですか。逆に体に悪そうですけどね。いやでも俺納豆すげえ好きなんでいけると思って、うんうん、行ったら最終的にもう納豆見るだけで、うん、やってなってるんですけど。だからそうするとスーパーに行って上に行けば行くほど高い納豆とか、あのマニアックな納豆があるんで、僕はね初心者は下からっつって、僕はもう上すぐ行くんですよ。でもカレー納豆とか最近あったりとかして、そんなあります。あるんですよ。おしゃれな納豆いっぱいありますよね。あるある。それこそまさに青さだけのやつとかあるんですよ、うん、あ、そうなんですか。あるんですよ。もう全然教えてください。めちゃめちゃ浅かったじゃないですか。最近ハマったんですよ。ただこれからなんで、鶴の舞っていうね、すげえ北海道のでっかいやつがあるんですよ、はい、これ美味しいんですよ。これ超でかいです。え、大きい方が苦いですか？あの僕納豆で苦いって感じもないんですよ。ちょっとその納豆だいぶ食べてません。食べたことあります？苦い納豆。どっちが好きですか？めっちゃ刻んであるやつと苦い納豆。あ、食べたことあります。苦い納豆ないですね。甘納豆は聞いたことあるんですか？甘納豆、そうですね、甘い方は聞いたことありますけどね。苦納豆は見えないの。名古屋にツアーできたら食べてほしい納豆そばのお店を。え、はい、タムタムが実はですね、僕リサーチしまして、名古屋でライブあるとき、ぜひ行っていただきたいなということで調べてきました、うん、はい、こちらです。ババン、東区の代官町にあるその勝宮さんというそばなんですけど、ここにすっごく美味しい納豆そばがありまして、うん、納豆そばってそういうメニューとして王道なんですか？王道ではない、あんまり王道ではないですけど、だからここの店も夏限定でやられてるんですけど、こちらです。そちらがそのな、どうしたの？どうぞ。美味しい納豆そば、うん、こちらでございます。でで、うわー、冷やしそば、これ見てくださいよ。ほぼ納豆。あ、いいですね。いや最高。でもトマトだったり、このたくあん、あとたくあんとこの天かすが入ってます。なんかあの爆弾みたいなことですね。なんに近いかもしれないね。そうですね。でもこのたくあんと天かすがこのまた食感をこうかき立ててくれるというか。うん、でこの後あのね、めんつゆとこれバッと入れてわさびをでこう
かける系なんだ、つける系じゃない。そうです。で混ぜる系ですね。混ぜる系だね。これで混ぜてこのね、この箸揚げもインサートもね、美味しそうに撮れてるでしょ、これ写真ね。これ自分でやったの？はい。田村は自分でやったの？これ実は僕が、あ、いや自分でやったの？うわ、自分で食べに行って自分で全部撮りましたから写真も。すごい。真剣にちゃんとお伝えしたくて。この写真は？これは？はい。これですか？これはスタッフさんが撮ってましたけど、え、どうですか？これスタッフは一人で行ったわけじゃないんでね。まあ、基本的に僕が一人で行った体で、うん、はい。なんだ、畑さんのためにね、一人で、ね、行ったのかな。ちょっとがっかりですね。ですよね。で、本当に自分で頑張ったんですよ、これ。でもこれ、あの小粒ですね。小粒納豆が、うん、はい、入ってるんですけども。ほら、ね。そうだ、かわいい。かわいい、かわいいね。だから、皆さん、どうですか？どっちどうですか？コメントありません。そうですね。最悪な空気になってるじゃないですか。そうそう。で、これは、じゃもう、冷たいそばで、そうです、そうです、冷たくて。で、麺も本当に手作りなんで、あ、で、ちょっと普通のそばよりもちょっと太いんですよ。へぇ、いいね。またこの食べ応えがあって、いいね、もうめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひちょっと名古屋に行ったらちょっと食べていただきたいなと思って。いかがですか？ね、夏季限定なんですか？そうですね、夏限定で、だから今日の放送日の次の日からなんで、29から、じゃあちょっと夏にツアーを切ります。じゃあ確かにぜひそのために、はい、そのためだけに。で、これでまたインスピレーションを受けてもらって、家でね、またこういうのも合うんだったらこれ持って。ちょっとこんな組み合わせはちょっと思いつかなかったですね。たくあんとかね。確かに、たくあんも本当にいいですよ。美味しそうですね、はい、ちょっとぜひお試ししてください。調べてまいりました、たまたま。ありがとうございます。ありがとうございます。だからツアーとかいろいろ日本中回るじゃないですか。そうするとやっぱそのとこう土地土地の美味しいものとか食べに行くタイプなんですか、畑さんは。そう、あ、でもあの前はっていうかね、コロナの前とかは、うん、その土地土地で美味しいものを食べるのもやっぱツアーの醍醐味でしたからね、うんうん、それができないって本当にきついですよね。ね、うん、まあ今しょうがないですね。コロナっていうのは厄介なものを奪いますよね、うん、本当にね、うん、8、はい、はい、なるほど、はい、東海エリアの思い出が三重のライブハウス、はい、ここです。2009年に弾き語りツアーをやったんですけど、はい、全国、はい、その時にその松坂のマクサっていう、マクサ、はい、これも有名な、有名なライブハウス、はい、ライブハウスで、うん、ね、すごい雰囲気があって、なんて言ったらいいのかな、ちょっとこうアメリカンな匂いもあったし、あの木でできてるところです。はいはい、僕もツアーの最終がそこでした、うん、すごい雰囲気も良くて、雰囲気めちゃめちゃいいですね。その時もでもだからお昼松阪牛食べ行ったりとか、連れてってもらって、めちゃくちゃ良かったですね。そのライブハウスの雰囲気ももう良かったです。音もなんかいい感じで、うん、あ、いい思い出です。なるほど、そういうのがやっぱり今の先でコロナ禍の中で実はみんなが最近体験できたりとか、そこで、うん、あの雰囲気がいいっていう、うん、あの、あ、ここなんかいいねっていうのって実は人間とても大事じゃないですか、うんうん、しかもそれが印象に残ってるんですもんね。そうですね、なんかそういうね、いいライブハウスとかでこうやったって、ライブハウスも嬉しいですよ、うん、金かけて一生懸命やったんですから、うん、それをいいとか言ってくれたらもう嬉しいよね。今ライブハウス今一番厳しいと思うんでね、ぜひとも応援してあげたいので、ね、うん、ぜひとも、もう今後はいけると思うので行きましょうか。というわけで、さあリサーチ次のコーナー行きましょうか。はい、はい、ここからはこちらの企画、うん、出張緑の窓口。何ですか、何ですか、それは。